忍者屋敷カラクーリー。仕掛けだらけの忍者屋敷、それがこのカラクーリー。お主は無事脱出できるかな。今すぐ調整しよう。どうしましょう。超面白そう。行くぜ。いやー、俺はちょっと危ない仕掛けとかそういうの怖いとはないですけど、ちょっとなー、子供っぽいっすよね、こういうの。なりきって楽しんのが楽しいのに。やっほー、ござるござるー。うし、オッケー。ほう、反対側から登った時に見てみましょうか。雑な金。反対側からは登れないか。よう、迷子ルイージ。あ、やっぱここで待ってるっす。もう止められないぜ。10分で攻略してやるよ。カラクールへようこそ。この屋敷から脱出できば、キノコ流忍者の免許改伝となる。隠れている忍者を見つけた数で忍者ランクが決まるぞ。マジかよ。私今、またトイレ行きたくなってんだぞ。くっそ、10分以内に、やらなければ。行くぜ!ニンニン。ほう。ほう。引っ張らせてもらうね。やあ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 。どんだけだよ。やあ。やあ。ちょっと待って。やあ。どんだけんだこれ。ほう。色が違うじゃないか。敵？揃えるぜ。どうせブーツのただのジャンプじゃ足りないと思うが。うれうれうれ、やっぱ硬い。やるね。敵のアクション、やるじゃねえか。いきます。ふう、結構いっぱいもらえたな。いかねえけど戦わなきゃいかんか。意外と時間がかかってしまいそうだね。すさまじいウェブバトルだ。ドス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 、オラ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 。この数は ファイヤーフラワー、失礼します。
よし、ファイヤーフラワー様々だぜ。よし、お、ラストウェーブ早い、呼んでんぜ。お待たせ、お久しぶり、ガオー盛り上げ。どうす、来い。よし、爽快だぜ。1110、ファイヤーフラワーの収支は圧倒的に、これ圧倒的に勝ってるぞ。潔く戦うしかねえ。さあ召喚だ。というかあれだ、意外と戦闘パート長いからちょっとやばいよ、私の水神様がやばいよそろそろでもさ、いいとこまで行きたいじゃん、中途半端なところで行きたくねえじゃん、そういう心理あんだってゲームには。よ、この忍者意識がどれだけの規模かにもよるんだが、にしても出口がわからんね。よし、オッケー、待て、油断も隙もねえな。ってことは左ルートは外れなのか。よし、やあ、おお、ふーん、おお、全員救ったぞ。ルルうわー、動けないよー、誰でもいいから助けて。なんでこんなところに。いつも話が噛み合わないルイージさんがギザギザとしっかり噛み合ってる。こういうとこ桜だぜ。へい、よーし、動かします。うい、荒漁師もいいところか。お、動いてる、助かった、本当よかった。あれ、助かってない。というか早く行ったら景品って言ってたけど、こんなタイムロスしていいのか。ほら、助かったよ。はい。え、お前ど、え、なんで、なんで、ピジ城の鍵じゃねえぞ。でもお前よくやったぞ。なんで、こいつ頭おかしいだろ。ヒッハー、ヒッハー、そうですな。有能な無能だな。よし、走るぜ。
なぬ。お、いいね。キラっぽい投げハンマー。こんないいもんもうくれんのか。いや。いて。割とゴリ寄せてしまうという。うまそう。うまそう。飯テロやめろ。マナーが悪いぞ。お団子うまそう。そうじゃねえ。なるほど、ここか。違う？あ、みーけ。よっこい小一。じゃららららん、イエーイ。何やつ。チュー、チュー。ふっ、ニンニン、チュリング操作2回でどうしろ、どうしろというのだよ。キロヘミ、チュー、チュー。ふぅ、いやーって思うじゃん。やっぱいたわ。お行儀がよくてごめんな。なんか匂うんだよなこれ。よし。なんで？え、怖っ。なぬ。いやー、これで終わりなのか。うお、もう後戻りはできんな。ここか。あれ違う？あった。おお、おお、見落としがありそう。そうでもなく。わ
わーい。クリアだ。足りんやろ、キノピオ多分。そこそこ普通に。ってことは、一体どころではねえのか。切りよく20体じゃねえかな、これ。だけどこいつら足遅いぜ。よし。では赤のリボン。もしかしたらこれでもういけるかもしれないからな。赤じゃねえわ。青。言うてここがボスマップでしょ。参ります。うわ。やばいぞ。こんにちは。どえらいことやねん。どえらいことやねん。どえらいことやねん。さあ、これはあんだけ囲まれてたら。いや、でも逆に向こうが喧嘩するから意外となんとかなりそうだが。お、これだよ。よし。ゴリラでもいいんだが。いや、いけるかな。おいっす。同僚っす。ドキドキ。入れないよ。オッケー。レジアンズ、レジ。よし。任せろ。さあ、問題は、ここも4階建てか。セーブポイントがあるんですね。セーブしておきましょう。ご来場の皆様、スペシャルショーが始まります。なんて面白そうなの。よし、行くぜ。ほら。普通にいるっすよ。みんな無事みたいです。これ無事じゃねえパターンやろ。席がないからって扱いひどすぎません？これどうする？すまねえ。前空いてますよ。前空いてますよ。怖いんだけどこいつら。センターに座らせてもらうぜ。おいおい、やっぱりな。なんてこったい。輪ゴムかよ。お願いだよーん。ほう、飲食物の持ち込み、フラッシュ使用による撮影及び、ほう、ステージ上にてメニュー画面を開くなど行為はショーの邪魔になるので禁止だよ。川みたいな、あれになってるけど。すげえ頭縛られてる。ほう。うわ。あの恐ろしいならず者は今日も来るのかしら。町に来ては暴れ放題、困ったもんだよ。ならず者が来たぞ。ほう。あれめの者をよこせ、よこさないと痛い目に遭うぜ。悪者っす。ならず者怖いわ。え、来ちゃったよ。しかもなぜかセーブブロックまであるよ。マリオさん頑張って。そういう問題なの。じゃあ行くぜ。
ういっす。望むところだぜ。ほう、マリオパーティー的な。勝てる気しねえな。あ、まだか。うお、どういう風に出てくるかわからねえからな。わーい、平和だ、わーい。お前、回収はしておくね。安心するのは早いんだぜ。うわー、また来たよ。この人も悪そう。俺とも早打ちで勝負しな。任せろ。また別の感じでファイヤー出してくるんだろうな。力とはね。よし、二度の用心棒の活躍により今度こそ平和が訪れたのだった。まだあるやろな。ある程度拾わなきゃダメか。お、そうか、あんたが噂の用心棒かい。ムーチョ、お、強そうっす。俺は一味違うぜ。どっから来る。おお、一人でに立ち上がったな。よし、 OKOK。 しかし捕まってんだよ。それでは席にお戻りください。わーい。これでいいのか。用心棒でない。カクカクしかじかだぜ。私のシナリオと全然違うんだよ。ほう。2階ステージに移動。え、まさか。わー。